宮崎駿、宮崎駿、宮崎駿、1941年1月5日帯は、日本の映画監督、アニメーター、漫画家。別名として、秋津三郎、テルジュツトム、テレコムがある。映画などのクレジットタイトルでは、宮崎駿と表記されることもある。株式会社スタジオジブリ取締役、公益財団法人徳間記念アニメーション文化、財団理事長。 三鷹市立アニメーション美術館三鷹の森ジブリ美術館監修東京府東京市出身学習院大学生形学部卒業東京都小金井市三鷹市名誉市民埼玉県所沢市在住アニメーション制作会社スタジオジブリに映画監督として所属し2005年4月より取締役また自身が企画開発した三鷹市立 アニメーション美術館、三鷹の森ジブリ美術館の監修である。個人の事務所に株式会社2馬力があった。主に宮崎の著作権関連の管理を行っており、かつては自身が代表取締役社長を務めていたが2016年、スタジオジブリに吸収合併し解散した。愛演家としても知られている。数千人の従業員を要した一族が経営する宮崎航空。 工学の役員を務める一家の四人兄弟の次男として東京市で生まれる。幼児期に宇都宮に疎開、小学校三年生まで暮らしていた。1950年、小学校四年に新球時に東京都杉並区永福町に転居。幼少時は体が弱かったので運動は苦手だったが、絵はズバ抜けてうまかった。熱心な読書家であり、 手塚治虫や杉浦茂の漫画、特に福島鉄司の絵物語、砂漠の魔王のファンという漫画少年もあった。当時の進学校である東京都立豊玉高等学校在学中の3年生の時に見た東映動画制作、白蛇伝に感動し、アニメーションにも関心を持つようになる。学生時代にデッサンを独学で学び、ポールセザンヌのような印象派に影響されている。 学習委員大学に進学し、児童文学サークル、児童文化研究会に所属する。いくつかの人形劇を企画しつつ、漫画家を志し漫画を描き続けていたが、アニメーションの世界へ進むことを決断する。学習委員大学を卒業し、アニメーターとして、投影動画に定期採用で入社し、動画などを手掛ける。当初は、投影動画で制作されていた作品に魅力を、 感じることができず、漫画界の未練を断ち切れずにいたが、入社1年後に見た、ソ連製作長編アニメーション映画、雪の女王に強い感銘を受け、アニメーションを一生の仕事にしようと決意した。ガリバーの宇宙旅行のラストシーンが宮崎のアイディアで変更されるなど、早くから才能を表した。結成間もない東映道が労働組合の初期長に就任し、 アニメーターの待遇の改善に尽力する。1965年秋には、24歳で、同じ東映のアニメーターの女性と結婚し、その後二人の男児を設ける。高畑沙を、森浩治、大塚光生らと共に3年がかりの大作、太陽の王子、ホルスの大冒険、1965から1968年を作り上げた。1971年。 高畑勲を、小田部洋一と共に、投影動画を退社し、新企画、長靴下のピッピを制作するために A プロダクションに移籍したが、原作者の許諾を得られず立ち消えになってしまう。その後、宮崎と高畑は、大塚厚生に誘われ、視聴率が低調だった、TV アニメ、ルパン三世で宮崎にとって事実上の初監督の仕事を引き受ける。名義上は演出。 半年間で放送は終了したが、その後のルパンの基礎となる部分を作り上げた。詳しくは、ルパンの功を参照。ピッピの経験を活かし、大塚、高畑、小田部らと子供向け映画、パンダコパンダ、1972年、1973年を2本作る、脚本、場面設定、美術、原画などを担当。高畑、小田部と共に随様映像。 後の日本アニメーションに移籍し、アルプスの少女、ハイジの準備に入る。1974年 TV アニメ、アルプスの少女、ハイジで、全カットの場面設定、画面性、レイアウトを担当。この作品は最高平均視聴率が26.9%となるなど、大ヒットとなり、宮崎としても初の大きな成功であった。1978年、 未来少年、コナン、NHK で監督を務める。名義上は演出であり、監督ではないが、他に監督はいなかった。毎週放送という厳しいスケジュールの中で、演出を行いながら、オリジナルスケッチ、ストーリーボード、設定、キャラクターデザインメカデザインを全話担当し、大半の絵コンテ、レイアウトを描いた上、スタッフの作った、脚本、絵コンテレイアウト、原画を、 高畑伊は応援文を除きすべて一人でチェックするという前代未聞の超人的な作業量をこなした。持ち前の高度な作家性を発揮して原作、残された人々の悲壮なイメージを大幅に改変し、オリジナルと言っても良い作品を作り上げた。後に宮崎アニメと呼ばれる作品群の原点とも言える。視聴率は低調だったが、この作品に衝撃を受け、後に アニメーターやアニメ演出家となったものはかなり多い未来少年コナン本作の影響を探す。その後、リニューアルされ人気を博していたルパン三世の映画を一緒にやろうと大塚に持ちかけられ、当初はもうルパンは古臭いと宮崎は乗り気ではなかったが最終的に上昇。そのため、テレコムアニメーションフィルム東京ムービー人社内に移籍し、 映画、ルパン三世カリオストロの城、1979年で映画作品の監督デビューをした。宮崎はカリオストロで初めて体力の限界を知ったというほど監督として映画制作に尽力し4ヶ月半という短い期間で作り上げた。しかし当時のセカンドルパンのイメージと違う作風や SF アニメ前世の時代ということもあって大衆受けはせず、 工業的には前作に及ばなかった。むしろ工業的不振のために、しばらくの間映画に携われない、不遇の時を過ごすことになった。しかし後に再放送されては、高視聴率を上げるなど、アニメーションの近似投的作品として高い評価を、けている。この直後には、ルパン三世で、最終回含め2話の制作に、脚本、絵コンテ演出として携わっている。後の、 風の谷のナウシカに登場する巨神兵や飛行船など、この頃から構想があったとみられる。カリオストロの城制作時に、当時、アニメージ副編集長で取材に訪れた鈴木敏夫と出会っている。宮崎本人は、ルパンや東映時代にやったことの大棚皿へと位置づけており、自らが手掛けた、ルパン三世、ファーストシリーズのいくつかのエピソードも元ネタにしている。 ルパン三世パートイ放送に合わせ、劇場版第三作の制作が決定した際は監督としてまず、前作の監督であった宮崎駿に再度依頼がなされたが、宮崎は参加を拒否。宮崎の推薦により、当時宮崎の事務所にいた押井守が監督を務めることになった。テレコムアニメーションフィルムによる日米合作映画、リートル2もの準備に、 大塚康生や高畑伊らと共に携わり、アメリカとの間を行き来したが、企画への疑問から降板。この時期、隣のトトロ、もののけ姫、風の谷のナウシカ、天空の白ラピュタなどの原型となるオリジナル企画を構想しているが実現には至らなかった。宮崎の才能に惚れ込んだ鈴木敏夫は、風の谷のナウシカの映画化を目論み、徳間書店の企画会議に持ち込んだ。 しかし、原作のないものは無理という理由で却下された。コナンの時より宮崎に注目していた、徳間書店のアニメージュ者編集長、小形秀夫は、オリジナル企画実現のため、原作付きの白を付けることを考案。アニメージュ1982年2月号より、風の谷のナウシカの連載が始まり、やがて多くの読者の支持を集めるようになる。さらに自社イベントのための、 特別短編アニメーション企画を彼に持ちかけ、企画は短編のはずだったが次第に拡大、尾形の尽力により、当時映画事業に意欲的だった徳馬書店の徳馬康義社長、当時が劇場アニメーション化を決断し、宮崎の弟が勤務する白報道がこれに乗る形で、プロジェクトが結成され、1984年にアニメーション映画として制作、公開された。 映画、風の谷のナウシカは、ルパン三世家アリオストロの城がテレビ放映され、その面白さが広く、社会に認知されたことや、エコロジーブームの中にあったことと、相まって、ヒット作となり、作家としての宮崎春が広く認知されることとなった。1985年に、徳間書店の出資を得て、スタジオジブリを設立し、以後の制作の基盤とした。 1986年の天空の白ラピュタと1988年の隣のトトロでは工業成績はそれほど振るわなかったが、その後両作の人気は著しく高まり、ぬいぐるみなどのグッズの販売やビデオ販売の収入によりジブリの経営を支えた。また1986年頃、宮崎が推薦した押井によるルパン三世劇場版。 第三作のトンザゴには、スタジオジブリで、押し今もれを監督に据え、宮崎の脚本による作品、アンカーを準備するなどしている。魔女の宅急便、1989年は、当初は、片淵主治家監督により進められていたが、スポンサーの意向により降板し、宮崎が後を継いだ。本作はその年の工業トップとなる大ヒットとなる。これを受けて、 ジブリの労働環境を整えるため社員化を決定する。紅の豚1992年はもともと日本航空の機内で上映される中編として企画されたが次第に構想が膨らみ長編作品として公開された。1997年に公開されたもののけ姫はジブリ史上最大の製作費宮崎の監督員大切などが 話題になったこともあり、ET が持っていた日本の映画工業記録を15年ぶりに塗り替える大ヒット作になった。宮崎春は完成後の打ち上げの際、これが最後の作品となると発言し大きく報道されたが、翌年に引退宣言は撤回した。2001年に発表した千と千尋の神隠しは、工業記録をさらに塗り替え、観客動員2350万人。 工業収入308億円と日本における映画史上第1位の新記録を作った。日本国外からの評価も非常に高く、翌年のベルリン国際映画祭では日本としては39年ぶり、アニメーションとしては史上初の金熊賞を受賞し、2003年にはアカデミー賞長編アニメ賞を受賞した。千と千尋の神隠しの完成記者会見でも、 もう長編アニメ映画は無理ですねと引退を宣言している。2004年公開のハウルの動く城はもともと細田守監督作品として勧められていたが降板し宮崎が後を継いだ。公開2日目で観客動員数110万人、興行収入14億80000円と日本映画歴代最高のオープニングを飾り映画史上 第2位の大ヒットを記録。さらに、ベネツィア国際映画祭のオデッラ賞、ニューヨーク映画批評家協会最優秀アニメ4賞を受賞し、その年の米アカデミー賞の長編アニメ部門に再びノミネートするなど、前作同様、日本国外においても高く評価された。2005年には、ベネツィア国際映画祭において優れた世界的映画人に贈られる栄誉金止賞を受賞。 2006年にはアカデミー賞の選考委員に選ばれ、招待状が送付された。宮崎はこれ以前に2度選ばれているが、創作活動に専念したいなどの理由から就任を辞退した。2008年7月19日に新作、崖の上のポニョを公開。公開後1ヶ月で、工業収入100億円を突破する工業成績を上げた。崖の上のポニョ制作中、 体力的にも本作が最後の長編になるだろうと述べいた。しかし、映画公開後に、宮崎が崖の上のポニョの観客動員数より、ハウルの動く城の方が高かった事実を知って、ショックを受け、もう一本作るとやる気を出し始めたという。今後の作画に関しては、崖の上のポニョのように手書きでいくとの意向であるが、以前のような作画に戻る可能性もあると示唆した。 最新作の内容は、自伝のアニメーションであるという。マスコミの前に出ることを嫌う時期もあったが、崖の上のポニョの制作時に、NHK によって二度、プロフェッショナル仕事の流儀にて密着ドキュメントが作られた。アニメ作りに苦悩奮闘する、元の宮崎旬の姿が放送され、大きな反響を呼んだ。また、2008年11月20日の日本外国、特派員協会に招かれ、 アニメ界の器具も含め、厚く論弁した。2012年には、文化功労者に選ばれた。2013年に、自身の、風立ちぬ、宮崎春の漫画を原作とした、アニメーション映画、風立ちぬを公開。同年9月1日、宮崎が、長編映画の制作から引退することを、スタジオジブリ社長、星野浩二が発。2013年、 戦国時代を舞台にした漫画を執筆中であると、月刊モデルグラフィックス2014年1月号で発表された。しかし時代交渉を重ねるうちに手が止まってしまったことを理由に、同志2015年6号並びに、アーマーモデリング2015年5月号で中止、または無期限延期が発表された。予定されていた作品の題名は、鉄砲侍であった。2014年、 思い出のマーニーを最後の作品として、スタジオジブリの制作部門が解体される。三鷹の森ジブリ美術館の企画展示、くるみ割り人形とネズミの王様展の企画、制作、監修を手けた。同年11月、第87回アカデミー名誉賞を受賞。日本人としては、黒沢明以来二人目の快挙となる。同時受賞となった女優のモーリー・オハラは、長年のファンで、 会えたことに感動した。同年11月、一人芝居、打つ、神楽を考案。京都府八幡市の岩清水、八幡宮の本殿で奉納された。2015年、鈴木敏夫が講演会でジブリ美術館用の新作短編アニメ、ケムシのボロを制作中であることを明らかにした。宮崎にとっては、初の 3DCG アニメーション作品となる。 制作部門が解体されたスタジオジブリに代わり、アニメーション制作はスティーブン・スティーブンが担当している。2015年5月8日、沖縄在日米軍基地再編における普天間飛行場の辺野古移転計画に反対する辺野古基金の共同代表に就任した。同年7月13日、日本外国特派員協会の要請に応じて、東京都小金井市あるスタジオジブリで、 記者会見を開き、基地移転だけでなく、沖縄に負担が集中している状態そのものを批判し、かつて、鳩山幸雄内閣が提案した、県外移設の実現を強く求めた。2016年11月13日午告時から、NHK で放送された特別番組、終わらない人、宮崎春の番組内で、宮崎が、 長編企画覚え書きと書かれた書類を鈴木敏夫に提示する場面が放送された。書類の内容はモザイクで隠されていたが、2019年完成、と記されていたことから、新作長編が2019年に公開されると予想された。3ヶ月後の2017年2月24日、鈴木敏夫がオスカーウィーク2017で長編映画の制作に復帰したことを公表し、 事実上の引退撤回となった。5月19日、新作のスタッフを公式サイトで募集開始し、本格的に制作がスタートした。10月28日に、早稲田大学で開催されたイベントで、新作の題名が、君たちはどう生きるかであると明かされた。2018年5月15日、高畑勲のお別れ会に出席し、開会の字を読み上げた。アニメーション作家、 映画監督の高畑伊さんは、東映動画、現、東映アニメーション時代の先輩であり、宮崎に多大な影響を与えた。東映動画の労働組合に、初期長として従事した際、高畑は副委員長として、宮崎を支え交流を深めていった。高畑の初監督作品、映画、太陽の王子、ホルスの大冒険、1968年の制作が、スタート。 当時新人だった、宮崎だったが次々とイメージボード描きアニメーター、鍵盤面設定として大抜擢された。人間の真相心理を描いた初のアニメーション映画であり、アニメ作品としての構成、作画クオリティは当時として最高峰であり、児童向けアニメながら、高畑が注入した職人ギルドコミューンの形成と、善悪の悲願を描いた、思想背景、労働者コミュニティの連帯感、 ベトナム戦争が影を落とした社会情勢も加味して作品作り反映させ強烈な作家性に宮崎が系統。ガンある知識と主義思想を物語に落とし込み大胆なレイアウトで見せる高畑の演出も宮崎にとっては憧れの的だった。ルパン三世第一シリーズ共同演出パンダコパンダ高畑が監督、宮崎が脚本。 画面設計、アルプスの少女、ハイジ、母を訪ねて3000里、高畑が監督、宮崎が画面設定などを共に手掛け、高畑の演出テクニックを吸収した。風の谷のナウシカ、天空の城ラピュタでは高畑はプロデューサーを務める。宮崎は音楽には疎いため、音楽的知識が豊富で、ピアノが弾けて自ら作曲も行う高畑は、献身的にサポートした。 ハイジや三千里で共に仕事をした、富野義行、エコンテ担当は、世状的には、ラピュタ以後の二人が他元を分かったという声も聞きますが、全くそんなことはありません。高畑さんの不法の後、改めてお二人の関係性を考えて結論が出ました。高畑さんがいなければ、宮崎俊という映画監督は生まれませんでした。宮崎さんも高畑さんについて、 僕が読めない本を読んでると言っていました。そういう部分を容認するのか、乗り越えるのか、どうやったら高畑さんを黙らせられるのか、それを絶えず考えていた結果が宮崎アニメだと思っています。世間は宮崎さんがアカデミー賞を取ったこと、2002年、千と千尋の神隠しがアカデミー賞長編アニメ賞を受賞から高畑より宮崎の方が上、なんて気分があるのかもしれません。 でも、高畑さんがいなければ、宮崎さんはアカデミー賞を取れなかったと断言できます。その後、ファンタジーやリアリティの考えの違いから二人は別個に創作するようになるが常に二人は相手のことを気にかけていた。互いに強烈な負けず嫌いという共通点もあるが、高畑に対する宮崎の意見の念は特別だった。千と千尋の神隠しの制作の際、宮崎は 視点がずっと、千尋を追うことに対し、パクさん、高畑に怒れるなとぼやいていた。これは、演出に際し、そういうことだけは、絶対にやるなと、高畑さんに教わったためである。二人の巨匠を支えてきた、鈴木敏夫プロデューサーは、宮さん、宮崎俊は、実はただ一人の観客を意識して、映画を作っている。宮崎俊が一番作品を見せたいのは、 高畑伊佐と語っている。宮崎監督自身もインタビューで、宮崎さんは夢を見るんですかという問いに、見ますよ。でも、僕の夢は一つしかない。いつも、登場人物は、高畑さんです、と答えたことがある。20世紀の中で、最も影響を受けたものとして、ブルース・スプリングスティーン、映画、イージー・ライダー、そしてジョン・フォードの監督作品、とりわけ、 荒野の血統を挙げている。その他に、エイリッヒ・フロムの自由からの闘争、ノーマン・メーラーの裸車と死者、デビット・リースマンの孤独な群衆、フリッツ・パペンハイムのザ・イリアンション・オブ・モダン・マンといった本からも影響を受けたと述べている。監督作のミフト時、宮崎俊が関与、企画、構想するも、諸般の事情で幻に終わった。 もしくは実現していない作品のリスト。なお、いくつかのタイトルは便宜上付けられた課題である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。